どうもこんにちは、ライムです。今回は鬼畜レースをねやっていきたいと思います。さあ車は、T20 ですね、はい、マクラーレン P1 が、この車のモデルとなっております。さあやっていきましょう。みんな前頭のかな、いや T20 もいるかな、うん、みんな色クロームだなさあこの鬼畜レースはですね、確か一回やったことあるんですけども、言わないでおこう。一回やった時は、結構難しくて、クリアできなかったっすね。なんで、まぁ今回はリベンジということでね、やっていきたいと思います。危ない。ここは左。前頭の2台、T22 台かな。うん。車カスタムです。さあ、ここですね。やってきました。まだだけどね、この先ですね。そして、ここを、右だっけ？右ですね。危ない。あ、痛い。さあ行きましょう、ここですね。一人称で行かないと無理、多分。よし、行くぞ。まずここループがね、難しい。で、この先が難しい、ここ。刺さった。刺さったんだけど。これはね、むずいね。あーら、飛んでった。で、まあね、これはそのループを回った後にさらにね、なんていうの、来るっていうのがね、あるんですよね。あ、いい。だから、そう、それがね、難しいんですけども。ちょ、喋りながらやってると全然集中できねえ。飛んでいくね。あんまりハンドルはね、操作しない方がいいかもしんない。っていうのは嘘。キーボードだと難しいね、やっぱり。何が当たった今。刺さったかな、車高低すぎたかな。車高がね、低いと、刺さるんでね。ちょっとした段差でも。だからちょっと、あんまり向いてないかもしれないですね。OK, いいぞ。ここでガッガッガーって言って、ほんで、OK, 来た。お、来るって、一回転して、戻ってね、行くっていう。これね、すごいっすね、考えた人。マジすごいと思う。傷だらけだな。さあ、ということで、ゴールはどこだ？よし、ゴールということでね、今回は、鬼畜レースでした。ということで、3位だね。では、次回もお楽しみに。